はい、それではパラレルセッション1、1.5ドローマップ、脱酸素へチャンスをつかむ未来をつくるを始めたいと思います。私、司会をいたします、アイ e スビジネスタスクフォースの岩田です。まず初めに、貝沼美希子、アイ e ス研究顧問からご挨拶をお願いいたします。ご紹介に預かりました、アイ e スの貝沼です。 本日はお忙しい中1 5度ロードマップセッションにご参加いただきありがとうございます。i s ゼ s は1 5度ロードマップ脱炭素チャンスをつかむ未来をつくるを2024年4月に発表しました。このロードマップは 1.5°C の達成を目指し脱炭素社会に向かう中で生まれる社会経済の変化とそれに伴う 事業機会を5つの変化と20の後期としてまとめています。本日は脱成長をチャンスとして捉えることを実践されている企業の方から 1.5°C ロードマップの20の後期と関連を示しながら日本でどのようにして脱炭素の取り組みを広げていくかをご紹介いただきます。私は年に日本で CO2 排出量を1990年の排出量と比べて70%削減する方策を検討する脱炭素社会プロジェクトに参加し、2008年には脱あすいません <laughs> 低炭素社会に向けた12の方策を発表しました。しかし70、70%削減という目標ですら当時インタビューを受けた新聞記者の方に、 誰も1960年頃の生活には戻りたくないよと言われましたいやいや1960年の生活に戻るのではなく生活水準は今と同じあるいはむしろ今よりも快適な生活を維持しながら CO2 排出量を削減するのだと説明しても取り合っていただけませんでした12の方策では太陽光と風力の地産地消 歩いたり自転車で快適に過ごすまちづくり断熱住宅や無駄のないロジスティックスとか森林ビジネスの進展などによって快適さを維持しながら CO2 排出量を70%削減できる技術ポテンシャルがあることを示しました我々が示した方策の一部は実行されていますがまだまだ十分とは言えません今思うと その二重の方策にはビジネスチャンスとして捉えるという視点が欠けていたように思います今日はそのビジネスチャンスの視点から1.5度目標をどのように達成していくのかについて ISIS から1.5度ロードマップの二重の後期の概要を示した上で iGrid Solutions の代表取締役社長秋田智一様に 富士通執行役員大塚直子様にお話しいただきます次に朝日アナウンス部上級マネージャー山口豊様にモデレーターとなっていただきパネルディスカッションを行います本日は1時間のセッションでございますが皆様にとって実りのある時間になれば幸いですよろしくお願いしますありがとうございました では、i s i スが公表しました1.5度ロードマップの概要をえ栗山記者、i r i ス気候変動とエネルギー領域リサーチマネージャーからご紹介いたします。栗山さん、お願いします。はい、i s i スの、えー、気候変動とエネルギー領域の栗山です。本日は、IRIS 1.5度ロードマップの紹介と題しまして、1.5度目標達成に向けた社会の変化をどのように企業の事業機会や後期につなげていくのかについてお話しいたします。 はじ、えー、めに IS1.5 度ロードマップの紹介です。1.5度目標達成は大きな変化が必要です。ロードマップでは、その変化の多くが豊かで持続可能な社会の構築と脱炭素を達成するものとして捉えております。また、その変化の中にさまざまな事業機会があると考えております。そのため、1.5度ロードマップを描く変化を5つの変化と20の後期という資料にまとめ、1.5度への道筋のどこに事業機会があるかを示しました。 なお、このロードマップは180ページにわたるテクニカルレポートの分析結果をもとに作成しております。テクニカルレポートでは、日本が1.5度目標に貢献する排出経路、より便利、安心な暮らしや企業活動の生産性、付加価値向上を目指した脱炭素戦略、分別のロードマップを提示しております。ロードマップの特徴としまして、デジタル化を起点とした社会経済の変化を前向きに取り込んでいる点でございます。 なぜならデジタル化はさまざまなサービスの高付加価値化や生産性の向上をもたらすからです。産業オフィスにおいてはデジタル化による生産性向上、テレワーク、オンライン会議の増加を見込んでおります。モビリティにおいてはケース、シェアリングの増加、エネルギー利用においてもさまざまなデジタル技術で高度な電力需給バンランス、あるいは電力システム、さまざまな階層で可能になると見込んでおります。これらの変化は あこれらの社会とシステムの変化は電化、省エネ、再エネも促進します。左のグラフに示すように2050年の最終エネルギー消費量は現在と比較して48%減となります。エネルギーの内訳も電力がメインになります。再生可能エネルギーについては洋上風力と屋根置き太陽光を中心に飛躍的な増加が見込めます。 アイデス1.5度ロードマップでは、これらの起こりうる変化を生産性が変わる、エネルギーの作り方が変わる、素材利用が変わる、ルール、インフラが変わる、マーケット、マインドが変わるの5つの変化にまとめました。各5つの変化に対して4つの後期を紐付けて20の後期としました。これによって、どのようなビジネスが1.5度への道筋に向かうか、またどこに事業機会、後期を動かして成長し得るかを示すことを依頼と,といたしました。 現在、IS では企業による2条の工期を生かした取り組み事例と目指す将来像を順次公開する作業を進めております。本日のセッションでは、iGridSolutions 様、富士通様に関連するお話をいただきますので、私の発表では、ダイワハウス工業様の事例をご紹介いたします。ダイワハウス工業様は、2030年までにやれることはすべてやるという理念のもと、自社施設のゼブ・ゼッチ化を進めることだけにとどまらず、ダイワハウス工業様、 が手掛ける案件においてゼブ・ゼッチ化を進めることで、バリューチェーン全体の CO2 排出量削減に進め削減を進めております。この際にサプライチェーン内の企業とともに対話や支援も継続的に行うことで、より性能が高いゼブ・ゼッチの普及もかかっております。このような取り組みによって将来的には街の中にエネルギー消費性能が良い建物が溢れるとともにエネルギーが再燃によって供給される社会への達成につながります。 ダイハツ工業様のもう一つの特徴的な取り組みは、えー、不動産投資へのインターナルカーボンプライシング、ICP の導入でございます。こちらは CO2 削減に対して2万円の炭素価格を上昇それをみなし収益として計上することで投資判断を行うものでございます。これまでの不動産市場は、初期コストを抑えたいデベロッパー、家賃を抑えたいテナント、氷回り物件に投資したい投資家、 企業金融業界の意向から、性能が高いゼブゼッチの開発が思うように進んでいなかったと聞いております。そこで ICP、インターナルカーボンプライシングを導入することで、エネルギー消費性能が高い建物を金銭的に評価し、デベロッパー、テナント、投資家、金融界など、さまざまなステークホルダーが、これらの建物を再評価して開発が進んでいくような社会を展望しております。 これらの事例がどのように1.5ドルのマップの密接につながっていくのかをこちらのスライドにまとめました。現在の取り組みとして、古、えー、社が手掛ける案件について、ゼブゼッチ化、ICP による建物価値評価手法、サプライチェーン内での企業への,業への継続的な対応が進められております。2030年、このには新築、住宅におけるゼッチ化が、義務化がなされ、ゼブゼッチに関連市場の拡大が想定されます。なお、事業継続計画、快適、居住快適性、 知的生産性の観点からも、ゼブゼッチの付加価値は高い、すなわち、事業において、あるいは我々の暮らしにとってのプラスの面が、さまざまなステークホルダーによっての間で理解が進んでいるという状況が想定されます。2035年にはカーボンプライシング関連の法整備が進展し、より高い断熱性能を持つ建物の開発や、建物内の断熱、建物内の設備回収時に空調、給湯機器といった、あ 機器,も電化機器の電化が促進されると展望しております。その結果、2040年頃にはストックベースでゼブゼッチの建物が増加しているでしょう。また、既存の建物にも追加的にさまざまな形で太陽光発電が設置されている町並みを想定することができます。このように古社の取り組みと建物開発に関わるルールの変化が相まって1.5度ロードマップが示す道筋に向かうことができると考えます。 こ,れこちらのスライドはこれまでの話のまとめとしまして、個々の取り組みとルール、インフラ、マーケットマインドの変化が一体となって1.5度への密室に向かっていく社会のモーメンタムを一般化して説明しているものでございます。まず第一段階としまして、エネルギーの作り方が変わる、生産性が変わる、素材利用が変わるの変化に紐づけられた工期を生かすような形で、先進的な取り組みが進む、あるいは企業,企業様が各々の価値を高めていくという状況が考えられます。 第2段階としまして、これらの先進的な取り組みの経験、あるいは実績をもとに、既存社会にあるルール、インフラ、マーケットマインドを少しずつ更新していきます。そうしますと、第3段階として、各企業が取り組んでいた先進的な取り組みがさらに拡大していくと、ともに新たな事業は有機的に創造され、社会に新たな価値を提供し、さまざまな社会問題も解決されていくというふうに考えられます。 これらの個々の変化と社会の変化が循環していくような関係を築いていくことで、1.5度目標達成に向けた大き,な変化をとも大きな変化を伴う道筋へと我々は向かうとことができると考えております。こちら、最後のスライドになります。我々のロードマップや活動は1.5度ロードマップの変化に伴う事業機会を 先んじて見つけるための道しるべとして多くの方に活用されることを願っておりますし、そのような活動を我々は展開してまいります。左の絵にありますように1.5度ロードマップ、特別ウェブサイト、特設ウェブサイトを立ち上げて内容を随時更新してまいります。本日ご紹介する企業様の事例についてもこちらのウェブ,ウェブサイトに掲載してまいります。また、右の絵にありますように これまで1.5度ロードマップに関するさまざまなイベントを多岐にわたり開催しておりまして、さまざまな切り口で紹介してまいりました。なお、8月7日14時から1.5度ロードマップ徹底解説と題しまして、題するウェビナーを開催いたしますので、本日の発表で1.5度ロードマップに対して興味を持たれた方は、ぜひご覧いただければ幸いでございます。また、これまでのイベントの動画アーカイブもすべて公開しておりますので、こちらも参考にしていただければ幸いでございます。 私からの発表は以上です。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。では続きまして、ロードマップが示す事業機会としての脱炭素に先進的に取り組まれている企業として、2社からお話をいただきます。まず、株式会社、アイグリッドソリューションズから、秋田智和代表取締役社長にお話いただきます。秋田ささんんんお願いい、します。はは。皆こにち アイグリッドソリューションズの秋田です。今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。えー、我々の会社の紹介とですね、えーまあ、この脱炭素を後期に捉えるというところで、えーまあ、我々がどんな事業を行っているのかということをですね簡単にご説明をさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、まず、えー、我々アイグリッドソリューションズで,ですけれども、 えー、2004年にですね設立をしまして、まあ、一貫してエネルギーマネジメントをですね、えー、展開をしてきている会社でございますで我々のミッションはですね明日のエネルギーをあなたと作るとで、まあ、ビジョンをですね、まあ、リアルニューエナジー、えー、グリーンエネルギーが巡る世界の実現ということで掲げておりまして、えー、この4つの頭文字ですね再生可能エネルギーを、まあ、経済的価格で、えー、かつこう分散で地域に根ざして増やしていこうと。 まあいうことをですねあの日々、えー、ビジョンとして掲げて、えーまあ、そういった事業を推進している会社でございます。で細かく言いますと、まあ、昨今言われてますグリーントランスフォーメーションというところの GX のソリューションとですね えー、このエナジートレーディングということで再生可能エネルギーをより広範囲に展開をしていくトレーディングをしていくと、まあ、こういった大きく言うと2つの事業を展開しております。で今回地域のところで少し触れますけれども、まあ、アライアンスということで地域の方たちとこういった GX を共に推進していこうというようなことも行っております。 で我々の特徴としてはですね、まあ、昨今は PPA ということでパワーパーチェスアグリーメントということで世界的にも非常に注目をされてきている仕組みですけれどもあの需要家がですね直接発電事業者から電気を買い付けるという仕組みにおいて、えー、今あの日本においてですね、まあ、リーディングカンパニーとなっておりまして、えー、もうすぐ1000施設というところで、えー、キロワット えー、出力としては220メガワットと、まあ、いうことでですね、あのーまあ、こういった規模を誇っております。で、まあ、この PPA の説明についてはあのーまあ、安定的にですねあの再生可能エネルギーを 長期にわたって、まあ、調達ができると、まあ、価格もですね基本的には固定的に、えー、調達ができると、まあ、いうことで先ほどありましたように世界的にも非常に注目をしてきているでまたあの日本でおにおけるフィット制度のようですねあのフィードインタリフのような、えーまあ、国民一律のこう負担を伴うような制度をあの用いていないというようなところもですねあくまで経済合理性の中で、えー まあこの再エネを購入いただく仕組みになっているというところも一つポイントかなと思います。重、まあ、要家さんからしてみれば電気を買うというところで初期投資維持管理もゼロということで再、まあ、エネをえ使った分だけえ調達できると、まあ、そういった仕組みになっております。で今我々の成長ペースとしてはですね、まあ、小さく分散で、まあ、屋根の上ですねこういったところに作っていくケースが非常に多いんですけれども。あのー まあ小さく作っていくことで非常に手間はかかるんですけれども年間にしてみてですね100メガワットの開発ペースを超えておりましてまあ大型施設ですねあの1箇所に大型に作るとですねまあ土地の造成であるとか系統の連携問題まあこういったものを含めるとまあ 平均的に23年ぐらいはかかるんじゃないかと思われますので、まあ、そこで言いますとこの分散でこう100メガをですね1年で開発するペースに入っているということで非常にこうまたそれもどん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 進化をしているということで非常に早いペースで再エネを作っていけるというところも我々のポイントかなというふうに思います。でいろんな賞をですね頂、まあ、い,いておりまして。えー とというようよなところですで我々のちょっとこの今回のですねアイデスさんのロードマップに照らしますと、まあ、この5つの変化エネルギーの作り方が分散に変わっているとしかもまデジタル というところで、えー、分散で作った電気を一つにつなげてネットワークデジタルのところでネットワーク化してですね大きな発電所として運用するというようなところですねでそれによって街のあり方も少し変わっていくよというところがあの前向きなポジティブな部分として非常に大きいのかなというふうに思っておりますですから、えー、このアグリゲーションビジネスにですねこの小さく作った電源をネットワーク化してですねいくことによってアグリゲーションビジネスに進展をして えー、屋根の上というところですのでエネルギーを使っている人のそばにですね電気を作っていくと、まあ、今までの大規模一極集中ですと、まあ、地域、えー、地方にですね えー、発電所を作って、まあ、その運ばれてくる電気を東京の人が使うというような仕組みですけれども作った電気をその場で消費をしてできる限り均衡で、えー、バランスをとって循環をさせていくことによってですねエネルギーの地産地消ビジネスの成長につながっていくという絵になっております。で今までですとこの屋根上に置く場合はですねこの左のように、えー、一部だけに太陽光を設置して需要を出力に 需要に合わせて太陽光の発電出力をキープしていくような状況だったんですけれども我々デジタルテクノロジーでこの発電量を最大化して余ってくる部分をですねうまくこう循環して使うというところがこの我々の余剰電力の循環スキームとして特徴的なものになっておりますまあこれをですねあのビジョンにかけましてリアルニューエナジープラットフォームということでこのデジタルテクノロジーで実現をしております。 まあどういうふうにやっているのかということで言うとあの、まあ、発電所側を一体的に管理をするということで、えー、蓄電池 EV また、あ e ま、その他の電力設備というところをですね多拠点全部つないで、えー、統合的に一元管理できるような状況で、えー、太陽光が余ってくるような時間帯であれば 電池に貯めたりしてですね電力のシフトを起こしたりまたどうしても貯められないぐらいの電力の余剰が出てくる場合に関しては多施設に融通をして広域的にですね電力融通を行うことによって再エネを余すことなく無駄に無駄なく使えるというところが非常にこのリアルニュエナジープラットフォームの特徴というところになっていますこれをですねあの地域内で展開をすることによってですね、えーまあ、この 地域を、まあ、先ほど言ったようにグレーンエネルギーが巡っていくということになります。で我々が目指しているのは、まあ、こういった新しいエネルギーの,です、ね、あのシステムによってですねまず自然を壊さずに再、まあ、エネを作ることができて。 で地域の中でつ生まれた再エネを、えー、リソースとして活用することによって再エネ自給率の高いまちづくりにしていくと、まあ、これによって、まあ、エネルギーの安全保障も非常に高まりますし経済合理的な、まあ、あの長期的に安定した再、えー、エネが巡るまちになってかつこれが分散してますので災害時におけるレジレンスも高まると、まあ、こういったことでエネルギーをです、ねまあ、安心に使えるベースとなるまちづくりということで GX シティというものを目指しております。 はいあの私の、えー、紹介としては以上となりますありがとうございますありがとうございます続いて富士通株式会社から大塚直子執行役員 EVP グローバルソリューションビジネスグループ副グループ長にお話しいただきます大塚さんお願いします はい、ただいまご紹介預かりました富士通の大塚でございます。本日はお時間いただきありがとうございます。えっ、ー、と、私の方からは富士通の取り組みの紹介ということで、あの、ただいま、の供給側のお話でしたが、需要サイドが何をしていけばいいかというお話をしたいと思います。 私どものパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていきますということで、新しく事業ブランドユーバンスというものを立ち上げて、社会課題からです、ね、いろいろなソリューションを作っていくということに取り組んでおりますであの。私どもはですね、富士通のグループのマテリアリティというものを持っておりまして、これを2023年度に改定いたしました。えー、っとですね、 必要不可欠な貢献分野というものを3つ。 そそしててれををを支えるる持続発展を可能にすす。土台7項目というものを作っております特にこの必要不可欠な貢献分野の中の、えー、一番右端ですね地球環境分野の解決プラネットということで、えー、ここのところに、ま、気候変動であったり資源循環であったり自然共生といったところを取り上げておりましてここに対する取り組みというのも全社を挙げて進めているところでございます。 えー、一つですね、私どもが社内の中で取り組んできた、まあその取り組みとしてワークライフシフト、いわゆるその、まあ、テレワークをはじめとする働き方を変えることによって、 えーまあ、従業員の満足度を上げながら経済合理性も確保しながらいかに、えー、と地球に優しい働き方をするかということに取り組んでまいりました。えー、とこれを始めてしばらくしてからですねあのコロナがやってまいりましたが、まあ、その時にはスムースにテレワークに移行できたわけですが最初からこれができたわけではなくてですねやはり DX に取り組むということは IT を導入してテレワークの,その仕組みがあればいいというわけです ではなくて働き方自体を変えることになりますのでやはり最初はですねいろいろな抵抗がございましてまあ、週1回のテレワークから始めてみようとでまずは慣れてみようと オンンラインで例えばいいねボタンを押すとみんなが反応するんだよっていうところを実感してもらうようなところから始めないとですねなかなかさテレワークといってもこうできない理由がたくさん上がってくるんですねで。どうしたらできるようになるかということをやっていって少しずつ慣らしていくとあこれでもできるねというふうになってきて、えー、実際にそのコロナの後はあはまあ基本はテレワークですと必要な時に会社に出てくるようにしようということで。 今でもです、ね、あのテレワーク率が80%をキープしておりましてもう完全に事業所もあの、えー、席がフリーアドレスになっていて紙も完全に廃止されました。 であのそうするとですね結局通勤定期代も廃止できますので企業にとってはそこがまあ一つのメリットになってその代わり在宅勤務の環境整備費用補助という形で、まあ、少し還元をするようなことをして、まあ、通勤時間もあの1人当たり30時間というふうに非常に減りましたし、えー、とこれに伴って単身赴任の方ももう自分の地元におあの帰っていただくというようなこともできてあのいろいろですね、えー、単に、えー 地球にとって優しいというだけではなくて、えー、と人々の、えー、ラ,イフサライフシフトですねワークライフシフトももたらすというようなことがあの社内の実践としてできております。またもう一つの事例としましては当社では WBCSD とリンクしまして、あのー、当社の、えー、サプライチェーンですねここのところの、えー、CO2 の見える化というものに取り組んでまいりました。 私どもはあのスコープ1、2をです、ね、2030年度までにゼロにするでスコープ3まで含めて2040年にネットゼロを目標にしておりましてそれに取り組む一つの取り組みとしてこのカーボンフットプリントを明らかにするということを取り組みました。 でこれはもちろん私弊社だけでででできるここことではありりまませんので、まあ、ここにあのつながります私どものサプライヤーの皆さんにもご協力いただいてですね企業の間でこれを実現するとで単に見える化するだけではなくてそうする段階でデータが見える化されますのでサプライチェーン全体がつながってくるということでそれ自体があのサプライチェーンの効率化につなげていけるということで、えーまあ、ここも経済合理性をこれに対していかに乗せていくかということをこれから取り組んでいくということに になります でこういう事例ですともう一つファッション業界ですねこれはオランダの、えー、テクストレーザーという会社のごれ例なんですが、えー、とこの会社はですね、えー、とアパレルですが、えー、と大量生産大量消費価格志向ではなくてですねやはり地球や人に優しい持続可能な産業に転換したいということで、えー、と全体の見える化に取り組んだ事例でございます。原材料の生産から輸送法制物流販売まで えー、オーガニックな生地を使っているかですとか途中でその、えー、人々の働き方がちゃんとサステナブルになっているかのようなことも全てトラッキングして販売の時にそれを QR コードで見えるということにすることで、まあ、消費者に訴えて、えー、ブランド価値も上げていくとこういった取り組みも、えー、もう始まっているということでございます。 またもう一つの例として物流ですねやはりその配送の計画の最適化というのは CO2 の削減にも効きますし大気汚染の、えー、改善にもつながるということで非常に大きな効果があります。でこれは私どもの持っております、えー、量子コンピューティングですねこれを使って組み合わせ最適化の AI エンジンを回しました。 これによって数か月かかってその配送ルートをそう調べる作業がですね30分程度でできるということで本当にその輸送効率が上がると。 とということでトラック数であったり走,走行距離であったり仕分け作業などを含めた物流コストが2%から5%削減するという経済的な効果が先に見えた上でこれを実行することで、えー、もちろん CO2 の削減大気汚染の改善にもつながるということでこれはあの今後です、ね、あのト,ライトラックのドライバー不足なども非常にあの昨今問題になっておりますがこういったところに効く大きなあの事例になったというふうに思っております。 まあこういったことでですね、あの当社、弊社自身の取り組みもありますし、お客様も少しずつこういったことにあの取り組みが増えてまいりましたので、まあ、こういった需要側からですね、いろいろその一点ごに向けてですね、取り組んでいくということをしてまいりたいと思います。私からの説明は以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。 からはえー、登壇者によるパネルディスカッションを行いたいと思います、えー、脱炭素脱素をチャ,チャンスとする取り組みをどうやって開けていくのか、えー、ご議論いただきたいと思います、えー、パネルディスカッションのモデレーターは、えー、山口豊テレビ朝日アナウンス部上級マネージャーにご担当いただきます山口さんどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆様今日はお暑い中お集まりいただきましてありがとうございますえー、このモデレーターを担当いたしますテレビ朝日アナウンサーの山口と言いますどうぞよろしくお願いいたしますはい、ありがとうございます あの、今日もね、めちゃくちゃ暑かった、暑かったというか暑いですよね。多分ここに来るまでも皆様大変な思いをして来られたんじゃないかと思うんですけれども、まあ正直言って気候変動はどんどん進んでいます。で、これは私たちが行動しなければ止めることはできません。もっと悪化していきます。でも、それを止めるだけの技術革新だったり、ビジネスのソリューション、実はもう私たちの手元にあるんだと思うんですよね。 でやるべきことはそれを実行に移していくっていいくととうことだと思いますえ。その意味で今日はあのアイジェスの栗山さんそれからあのビジネス界から先端を行くお二人にですね加わっていただきまして是非皆様と私たちがどういう思考を持ってどういう行動をしていけば日本社会を前向きに変えられるのかそこを一緒に考えて、えー、結論を出してそれを皆様に持ち帰っていただいて日本社会をもっとね いい方向に回していく30分にしたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。さあそれではまず秋田さんに伺っていきたいんですけれどもその脱炭素をめぐって、まあ、脱炭素随分言われて,やっております。ここ最近ビジネスの現場で脱炭素をめぐってどんな変化が起きているということが言えるでしょうか。そうですねあのやっぱり一番はその経済性を伴ってきたっていうところが大きいと思うんですね。 やっぱりそのビジネスの世界っていうのはどうしてもやっぱりあの経済合理性が成立しないとなかなか難しいで今まではどうしても再エネであると、まあ、コストは高いんだけれども、まあ、地球環境のためにですとか、まあ、気候変動っていうものに対して えーまあ、少しコストはかかるけどというよううよな感じだったと思うんですねでそれがもうほんとここ数年でですね、まあ、我々の事業成長ってまさにあの先ほどさあの示させていただきましたけれどもやっぱり経済性がある今,今まで使ってる電気代よりも基本的にはまあ同等ないし安いと、まあ、いうようなことでやっぱりご選択いただく機会っていうのがぐっと増えてきたっていうのがやっぱり一番大きな変化ではないかなと、まあ、あの我々の立場からすると思いますね。そうですよね結安い再エネを 実現ででできるるよよううになったったといこすすねねおしゃ通り私実はあの数年前に秋田社長にスーパーの屋上でインタビューさせていただきましてたまたまだったんですけどねやっぱりそのスーパーは屋上にその iGrid さんの太陽光パネルとシステムを導入したことによってあれ電気代だいぶ削減できてましたよね。そうでですね、はい、年間でやっぱり、まあ 10%近くとか、うん、場合によっては10%以上の削減になるとまあいうような形でしたので、はい、まあ電気代のメリットがあってまあ再エネに転換できるとまあ使用費が出なくなるということであの非常に喜んでいただけている部分かなと思います。はい、さらに再エネ負荷金にも頼らない構造ってことですね。あおっしゃる通りですね。あのやっぱりこの PPA の仕組みというのはあのまあ我々がやっているやり方で言いますと。 あのフィット制度っていうものを用いてませんのであの回り回って国民の方にですねあのそういったあの負担金が回ってると、まあ、いうようなことがないっていうところも一つ大きな部分かなと思います、はい、まさにこういうあの自家消費型がこれからどんどん広がって、えー、無駄なく電気を使っていくっていうシステムに変わっていくと思うんですがあの一方の大塚さん富士通としてはこの現在の現場で感じてらっしゃる変化どのように感じてらっしゃいますか 入ってますすすかかねね、大丈夫ででそうです、ね、あの3つぐらいあるかなと思ってまして1つはその、まあ、やらねばならないという要するに地球のためにやるべきであるというその先端的なお客様がいらして、まあ、そのお客様が、えー、率先してそのファーストユーザーとして私どものソリューションを使っていただくというのがありますとでもう1つは、えー、2つ目はですね規制対応ですね。やはりその その入,入札の条件に入っているとか、えー、輸出しようとしたら輸出先の、えー、政府がもうそういう条件を出しているとかそういうのに対応せねばならないのでこれをやりますというのが2つ目。 でこの辺りまではコストなんですけどやっぱり3つ目は、えー、先ほど物流の例でありましたように経済合理性秋田さんもおっしゃいましたけど経済合理性があるからやるよというパターンがあって私どもはやっぱりこの3つ目の経済合理性のあるソリューションをどれだけ生み出せるか、はい、例えばやっぱりサプライチェーンのところも先ほど申し上げたように、えー、と単に CO2 を見える化するだけじゃなくてそれによってサプライチェーンのどこが弱いのかとか、うん、何か災害があった時にどこを補たか 補填すればいいのかみたいなことも同時に分かってくるので単に ESG だからとかそういうことではなくてですね、はい、やっぱりその経済の活動との組み合わせがうまくいくところで進んでいくとそういうことがこれから増えていくだろうなというふうに考えていますなるほどそれとあの先ほどお話ありましたけれどもその物流の問題もそれが実は問題ということではなくて無駄を減らせるんだということにつながっていくんでしょうかそうですねもちろん無駄が減らせますし、まあその 働き方ににととってもいいことになりますよねやっぱりあの運転手さんというのはやはり今長期に働かなければならないとか長い距離走らなきゃいけないということがだんだんそれによってクリアされてくるのであの非常にあの人々にとってもいい方向に行くかなというふうに思いますそういう意味で言うとやっぱりだからあの最適化して無駄をなくしていくっていうところは秋田さんのビジネスとつながってる面もありますねもちろんですねやっぱり供給と需要と両方できて初めて料理員だというふうに思います。 はいいありがとうございますではあの次のテーマにつ、ね、なげていきたいと思うんですけれども、まあ、今両者は結局その脱炭素をチャンスだと捉えてその最適化してそれをビジネスとして成立させているよりあの無駄をなくして効率化を図っているということが言えると思うんですけれどもあのその自社の脱炭素そして再エネの取り組みというのがその一企業ではなくて 日本の地域だったり人々の暮らしだったりそれから働き方ここにどんな変化をもたらしているのかここは秋田さんまずいかがでしょうか。 そうですねあのやっぱりエネルギーって人々の生活とか産業と非常に密着している部分ですので、はい、あの先ほど、まあ、あの富士通の大塚さんの方からもありましたけれども働き方が変わっていく中で東京一極集中っていう人口形態じゃなくなっていくとすると、うん、やっぱりその東京に送らないといけないっていうエネルギーシステムから地域分散型のエネルギーシステムの方が効率的じゃないかっていうふうに変わっていく可能性っての非常に大きいんですよね。はい、ですから、まあ、そういうやっぱり人々の,この生活に対しての価値観の変化 みたいなものっていうのも、まあ、これ20年30年先まで続いていく話ですから、まあ、そういったところはやっぱりとらまえていかないといけないかなというふうに思っています。であの私の事業でいうと先ほどアライアンスっていうのをちょっと話をさせていただいたんですけれどもあのこのいわゆる脱炭素化によって、まあ、いわゆるその分散化みたいなのが起こってきますと。でそれっていうのはそのローカライズとパーソナライズをすごく推進していくというふうに思ってまして。 でこれっていうのはいわゆるこう供給型からいわゆる参加型に変わっていくっていうことですので、はい、その地域の人たちだったりとかが、まあ、いわゆるこう主体的にですねあのやっぱりこういった電気事業に参加をしていくと、まあ、いうことがあの可能になってくるというふうに思うんですね。うん、ですからその我々の,です、ね、あのこの地域分散型の電源の,、ね、あの開発 PPA 事業みたいなものっていうのを えまあ共同にですね地域の金融機関であるとか地域の企業とまあ共同でやらせていただくことによってまあその電源事業における財源っていうのは地域の方たちが主体的にですね取り組むことによってうまく地域活性化につなげていただいてまあ開発の支援をまあさせていただくというようなことでですねあのまあ 海外に出ている、はいまあ、LNG を買ったりとか、まあ、そういったあの石炭を買ったりと、まあ、いうようなあの部分がです、ね、地域に経済的に循環をしていくと、はい、まあいうようなことがです、ね、一つその脱炭素を進めていく上の中においてあのメリットになってくる部分というのも大きいと思いますしあのそういったことによって地域の活性化魅力 的なまちづくりっていうものにつなげていくことも十分できるのではないかなというふうに思っていますなるほどあのやっぱりその今東京一極集中が問題になっていて日本が成長しない30年というのがあるんだと思いますでもその中でやっぱり一番衰えているのは地方なんだと思うんですよねしかし一方で地方には再イエネ資源が非常に多く眠っているとされていますつまりやっぱり地域に眠る再イエネ資源を地域の方が主体になって使っていけば 地域がが元気にになっっってていくととそここビジネスが協力ででできるるすすよねねおっしゃる通りやっぱりこう主体的に取り組める状況っていうのがやっぱり一つこの脱炭素におけるビジネス機会チャンスっていうところになるんではないかなと、まあ、いうふうに思います。あとその先ほど町一つとっても我々、まあ、先ほど GX シティっていうことを申し上げましたけれども再、はい、エネの自給率を上げていくことによってエネルギー安全保障上もそうですし長期的に経済性に伴ったやっぱり価格で。 えー、そのビジネス、まあ、その電気が使えるということになれば、まあ、企業誘致であるとかで、まあ、その誘致によってまた人が増えて。はい えまたあのそこにです、ね、あの人々が集まって活性化、町自体がされていくと、うん、まあいうことにもつながっていきますし災害時なんかでもレジリエンスが高い町ということになれば皆さんが安心して暮らせていけるということで、はい、あの地域の,あの活性化に十分あのこの脱炭素があの、まあ、間接的にです、ね、あの貢献していくような話に十分なるんじゃないかなと、まあ、いいう,うに思います、はい、さあ富士通の大塚さん。このお脱炭素再燃取り組みが 地域とか暮らし、働き方に与えている影響、これはどうお感じになりますか そうですねあの先ほどテレワークのお話をしたんですけれどもあれが本当にいい例であの、まあ、単身赴任のお父さんはお家に帰れますとで今です、ね、新人もです、ね、昔は新人がこう最初に一括採用されると全員東京に来ましょうみたいなのがあったんですけど今はその1ヶ月ぐらい研修を受けたらです、ねまあ、最初はやっぱり顔が分かりませんのでオフラインでこうみんなでこう顔を合わせるんですけどそれが終わったらもうほぼ皆さん自分の地元に帰るんですね。そうするとやっぱりその社員 社員は富士通の社員は何万人いますけれどもそれが一極集中ではなくて今秋田さん言ったように全て日本の中に散らばれるとでオンラインがベースですのでもっと言えばですね協定を結んだその地方に自らその i ターンっていうんですかねあの自由なところに行くこともできるようになったのでむしろ最初そもそも東京にいた人がいや私地方で仕事しますって言って行かれる方もいるし私の部下なんかも沖縄に行っちゃいましたしなんかそういう自由なこともできるようになってであの全体の 働き方がオンライン前提になりますと、まあ、グローバルのメンバーともつながりやすく今度はなってくるんですね。そうすると本当に地方にいながら世界中の仲間と仕事ができるというふうに変わってきますので、まあ、これが新しい働き方だなと思いますし地方にも力を与えるんじゃないかなというふうに思いますね。まさにですからワークラライフバランスを考えてもそっちの方がより あの適していいいるるととううかか可能性ががここれから広がるってことですすよねそう思いますねそ思まやっぱりその仕事を早く切り上げてあの地域に参加す地域活動に参加するとか、まあ、思い切り自然の中であの時間を過ごすとかですねいろいろなことができるようになるかなというふうに思いますね。そうですよねですのでやっぱりその成長しなかった30年って今までのシステムにやっぱり限界がきていてそれとおそらく一つの原因としては。 化石燃料に頼った社会構造。それが多分太平洋ベルト地帯であり、東京一極集中だったと思うんですよね。地方は人もいなくなる、お金もなくなる、まあ、電気代も払わなきゃいけない、エネルギーも捉える。やっぱり衰える一方だったと思うんです。でもそれが、こういうあの脱炭素をしていくことによって、地域の再燃を使っていくということになりますから、今ね、あのー、秋田さんも打ち合わせのときお話しされてましたけど、えー、例えば TSMC だったり、ラピタスだったり、 地域にその分散型の工場のができるようになればその地域の資源を使って人が回ったり経済が回っていくということもできるようになると思いますので多分この流れはこれからつながっていくということになると思います。さあそういう中で今注目されているのが、えー、エネルギー基本計画の議論なんですよね。でその中でやはりその AI の発展ですとかデータセンターですとか 結局、電力需要がこれから増えていくんじゃないかという指摘も出ています。さあ、このデジタル化の進展の中で、再エネ、脱炭素の利用、その関係性ですね、電力需要が増えていくのか、足りるのか、その時、再エネはどうなるのか、まずこの辺のお話を伺っていきたいと思うんですが、大塚さんはこの辺り、どうお考えになりますか そうですねあの弊社もデータセンター持っておりますが基本的にはやはり再エネで全て稼働していこうというのが目標でございます。であのー、昨今生成 AI が皆さんも本当にたくさんお使いになると思うんですけれども、まあ、第2のインターネットとも言われている大きな変化だと思うんですね。でこれを皆さんが使うようになるということは基本的にはやっぱりそのコンピューター需要が増えますので、えー、そこのところは増えていくだろうとじゃそれをどうやって止めるのかということになるとやはり一つは再エネをいかに 使ううかということといこもう一つはやはりさっき申し上げたように需要と供給の話ですけども供給側はそういう再エネを使うとで需要側はいかにその少ない電力でそのコンピューティングパワーを使うかということで私どもも,もうあのそういった省電力チップの開発とかですね AI を動かす時にいかに省電力にするかということは、まあ、全世界の,あのコンピューターメーカーがやっておりますのでそういう2つの観点から、まあ、その使われる量は量というかですねあのまあ必要量は増えるんでしょうか けれど、それをいかに最適化にしとかということはこれからも取り組まれていくというふうに思ってます。うん、はい。さあ、秋田さんはここの点どんなふうにお考えになりますか。 そうですねあの今言われているようなそのいわゆるその、まあ、AI 生成とかですね、まあ、そういった部分とか EV とか、あのー、っていうところでの電力の需要増加っていうのはあるのだろうと、まあ、それにおけるやっぱり再エネの重要性っていうのは当然高まってくるとは思うんですけれども比較的その発電出力の部分とその実際には消費量を最適化するっていうこの2つの部分の側面からいった時に比較的その消費とかを、まあ、コントロールしやすい部分っていうのはあるのかなというふうに思ってまして、まあ、例えば 作る場所もそうなんですけれどもあのデータセンターとかをですね先ほどまさに言ってたように風力発電とか水力発電所の近くに作っていくっていうようなことでの効率化っていうのも当然あのやられてる会社とかもありますし。 あとその使う電力の消費をですね調整弁にうまくその日本で言えばかなり太陽光が偏重になってきてあの九州なんかのエリアでは余ってしまうような時間帯があったりするとまあ、そういった時間帯にうまく需要を増加をさせたりとかとこれも上げの DR みたいな言い方をしますけれども、まあ、こういったことで、まあ、EV では充電時間帯をコントロールしたりとかまあ、そういう少しですねあの消費形態をコントロールしやすいっていう特徴もありますので、まあ、そういった部分もしっかり検討していかないとあのいけないのかなとこういったグランド ンデザインをやっぱり描いていくっていいいてくととううことも重要かななううに思いますなるほどつまりその電力需要がもし増えるのであればその需要を賄う供給できる再エの資源ってやっぱり地方にあるわけですからそれに合わせた発展の仕方もしていくべきだということでしょうかねおっしゃるとおりですねあの東京で作ってしまいまた送配電も増強であるとかいろいろそういったことであの社会的コストっていうのがまあ増えてくるということがありますのでつ、まあ、作っていく場所であるとか、まあ、その先ほど言ったようにそのつく る電気を使う時間帯っていうようなことをですね、はい、あのこれはやっぱり国民全体の中で意識をやっぱりこう上げていく必要があるかなと。まあ、今大塚さんも言いましたけど、需給バランスっていうのがあるんですけれども、うん、なかなかこれが一般知識としてですね、電力のその需要と供給のバランスをこう三十分単位で合わせていくであるとかっていうところのまあ、ベースの部分っていうのがなかなかご理解いただけてないところがあるんで、はい、まそのあたりも含めてかなと思いますね。そうですね。あのそういう意味ではまた地方にとって大きなチャンスが来るんじゃないかなというふうに気がしております。 けれどもあのこのデータセンターに関するです、ね、需要想定については栗山さんはどのふうにお考えになっているでしょうか、はい、私の方からです、ね、そのあのデータセンターデジタ、デジタル化によって電力需要が増えるというのはあのその通りだと思うんですけれどもその増加量の規模感についてしっかりと議論する必要があるんではないかといったことを提示させていただきたいと思います。ちょっとあのスライドを、はい 今、こちらのスライドはですね、いろんな研究機関が2050年までどの程度電力需要、レーダーセーターの電力需要が増えるかといった推計結果を出していて、それをまとめたものです。で赤のところがあの増えるというような結果の、まあ、ある意味幅を示しております。で増える、まあ、大きなところで200テラワットアワー、100テラワットアワー増えるだろうというようなあの推計結果が多くあるというところは見て取れるかと思います。でこの100テラワットアワーの規模感なんですけども、今あの、 日本の電力需要、まあ千テラワットアワーぐらいありますので、まあ10％ぐらいに相当するというような規模感でございます。一方ですね、あの今あの電力広域的運営推進機関に。 政府の組織なんですけれども、そこでも2050年に向けて、あの、マスタープランというのも作っていて、そこでは電力需要量1300テラワットアワーを想定しているというところでございます。従いまして、この100テラワットアワー増えるというような幅というのは、すでに、あの、政府でも考えている系統整備の範囲内でもあるというような規模感ということを、あの、 見ていく必要があるかと思います。先ほどあの大塚様もありました。の発言にありましたように、このま一応、このデータセンターの電力需要がそこまで増えないんじゃないかという。あの予測結果もあります。また、あのライグリッドソリューションなどの？ アキト様もありましたように再エネがどれくらいあるのかというところでございますが、100テラアットアワーの規模感であればですね、今後洋上風力でありますとか太陽光発電といった再エネの、まあ、国内産業化といったところを進めば、この100テラアットアワーを叶える電力というのも十分考えられますので、まあ、そういったある意味、あの、そこまで不安をかき立てるようなあの数字ではなくて、いろいろ対応する こことととがでできる幅である幅あいいったことを我々はあの考えています、まあ、詳細についてはディスカッションペーパーを公開しておりますので、あのぜひご覧ください。はい、まああの、電力需要は増えていくだろうけれども、それも最適化して、なるべくその増える分を減らせるんじゃないかという、これから研究だったり議論が進んでいくんじゃないかというふうに思いますけれども、そういう意味でも脱炭素にとって重要なのが技術革新ということだと思います。でやっぱりその技術革新を していくことそれが産業競争力を高めることにもつながりますでまさに脱炭素再エネは技術革新を生む一つの要素だと思うんですねでやっぱりそこにおいて、えー、企業活動を皆さんが行う中で政府にやってほしいことこういうことも出てくると思いますさあ秋田さんこのあたりはどんなことを考えていらっしゃいますかそうですねあの新技術非常にこう期待値高く皆さんも思われる部分というのはあると思うんですけれども あの特にまあ我々の屋根上の太陽光で言いますとその荷重が軽くなると、まあ、いうようなことで今のまあシリコンの,です、ね、あの型からです、ね、あのペロブスカイトといわれる次世代太陽電池と、まあ、これ日本の技術でもあるんですが。 あのが注目されてきてきいますであの一方でこれからこう今までの振り返ってみるとですね太陽電池蓄電池やっぱりその技術で勝ってビジネスで負けてきてるようなところがあってあの結局中国なんかを見ると何をやってるかというとやっぱりその既存で上がってくるこの技術を社会実装化していくときにどういう支援をしていくかって結構重要になってきてましてまさにそのマーケットを作っていくっていうことがやっぱ非常に重要かなというふうに思ってます。あの先ほど言った 中国でいうと値不規制っていうのがあって、まあ、やっぱり一定程度の,あの新車販売台数におけるあの比率を EV、ねまあ、にしないといけないと、まあ、いうような、まあ、そういうことが入ってくると予見的にビジネスをやる側からすると一定程度のマーケットがそこで生まれてくると、まあ、いうことになると、まあ、投資、まあ、いわゆる工場への投資であったりとか、まあ、そういったことも当然盛んに進んでいくような形になりますので。 このマーケットを作っていく部分に関しての支援策みたいな部分っていうのもですねこの技術的なものをですねあの、えー、こう発達させるのを支援させると、まあ、いうところをプラスアルファやっていただきたいなと、はい、まあいうふううふに思ってますそうですそでよねこのペロブスカイトに関しましてはあのまさにこの横浜市ですね桐蔭横浜大学の宮坂教授が発明した、まあ、日本人の発明です。実は私ずっと取材させててていいただいてまして えー、宮坂先生と一緒に中国ですとかイギリスのブループルブスカイトの開発現場を取材してまいりましたで今ねお話しあったようにやっぱり中国はこれ日本の発明なんですけれどもそれを産業化して大量生産していくっていう段階になるとかなり組織を上げて国を上げて、えー、そこにもう突き進んでいますだからやっぱりあの日本が求められるのって日本人の発明で日本初の次世代太陽電池ですのでしかも原材料も要素です 日本が世界2位の生産量を誇っています。日本でできる国産エネルギーになりますので、やっぱり政府を挙げて、この大きな目標を立てて、まさに市場、需要を作っていくということが大事なんじゃないかなというふうに感じる次第であります。さあ、この点なんですが、大塚さんはどんなことを感じていらっしゃいますか そうですね、今の議論も非常に重要なところだなとあの私も聞いてて思いましたけども、まあ、一つあの IT の観点から言いますと結局データを連携させて初めていろいろなものが見えてきたりつながってきたりしますがそもそもデータの形っていうのがあの客あの企業様に対してのに よってもう本当にバラバララなんですね、はい、そうするとやっぱり CO2 の見える化であったりそのサプライチェーンの見える化をする時のデータの,その標準化のようなものは非常に重要で、まあ、そういったものが WBCSD であったりあとはそのカテナ X とかですねいろいろ欧州発のいろいろなグローバルスタンダードが出てきてるんですけれどもやっぱりそれに乗るだけだとなかなか産業競争力としては厳しいものがあるので、まあ、それを見つつそれにつながるような日本の企画 を作るということとまあそこのことを今日は一番申し上げたいなと思ってたんですけども今秋田さんのお話聞いてやっぱりそれだけでは結局最後は勝てないのでそれをいかに実装するとか実ビジネスにするところまでをつないでそこまで私どももそうですねそこまでを見据えて企画を考えていろいろなものを作っていかないとなかなか最終的に発展しないんじゃないかなと思いました。 そののあありを考えるる必要要ががかかかななととと思思いいいいまますすはい、はて、い、ても重要なご指摘だと思いますあのこの点に関しし栗山さんいかがでしょうか、はい、私もあの秋田社長のご発言、ちょっと繰り返しになるところがあるので手短にしますあのアイ IS の1.5とロードマップではですねあの既存の技術をいかに早く普及させるかというところをあの重きを置いておりまして、特に業務、家庭、えー、交通法においてはそういった技術がたくさんあります。ですので、そういった技術をいかに普及させていくような政策を進めていくのかといったところが非常に大事なんじゃないかと考えております。 以上ですはいありがとうございますさあいよいよあのやっぱり重要なテーマがだんだん、ね、見えてきた感じがするんですけれどもその開発とか実証実験だけで終わらすんではなくていかにそれを今度社会全体で取り入れて広げていけるのかというところが最終的なテーマだと思うんですね。でその意味で脱炭素が社会全体で企業だけではなくて広めていくためには。 自治体を巻き込んだり、政府を巻き込んだりしていくためには、一体どんなことが必要なのか、うん、何が重要なのか、そこを伺っていきたいと思います。えー、まずは大塚さんからいかがでしょうか？そうですね。ですから、やはりあのまあ、政府も一緒にやる。自治体も一緒にやる企業も。まあ、その本当の最後あの人々も入ってくるんですけども。そのためにはあちょっと。 ななれるかもしれないですけどやっぱり経済合理性はややっっぱぱりりに必要かなと思うんですねやっぱりそこを考えた時に初めてやっぱり資本主義ですから引きつけられるというか、はい、そこにやはり、えー、とそうは言っても経済合理性だけがいいわけではなくてやっぱり目指すべき世界観というのはやはりみんなで共有したいですしやはりそのどんなに経済が発展しても地球があのもう使えなくなってしまったら全員何も意味がないので、はい、やっぱりそこのところはみんなが同じ意識というかそういうものを持って協力して し合うような土台はやはり必要なんじゃないかなというふうに思いますはいさあこのテーマ秋田さんいかがですかそうですねあの私もやっぱこの事業をやってて思うんですけどその脱炭素って見えないんですよねうん。エネルギーを使っている中で言うとそのいわゆる生活の利便性が上がるわけでもないとまあ、いうところからすると何かそのやらないといけないっていうところが先に立ってきて非常にこう宿題めいた形になってしまうんですけれども、はい あのそこをやっぱり一工夫してですねあのやっぱ地域の先ほど言ってたようなあの利便性につながるその例えばレジリエンスが高まる、まあ、それによって人が誘致される、まあ、企業が入ってくるとかあのいろんな形でこの脱炭素っていうものを一つの契機に捉えてですねその地域の発展であるとか えー、企業におけるビジネスチャンスっていうものに変えていく工夫っていうのが、まあ、一つベースとしては必要なんだろうと思います。はい、ですから、まあ、こういったことはやっていかなきゃいけないんですけど、まあ、一方でですねやはり、まあ、今まさに大塚さんもおっしゃってましたけれどもあのやっぱりその経済性っていうのがやっぱりこうより加速的に出していくっていうことからすると、はい、やっぱりその炭素にコストをやっぱり明示していくということでやっぱりカーボンプライシングっていうのは、うん、やっぱりこれは非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。と、はい、といいううのもそういったことを先 精神的に取り組んでいる企業が後々になってやっぱりこうファーストペンギンがいわゆる損をしてしまうっていうことは非常に避けなければいけないことかなというふうに思ってまして、はい、まあ私も経営者なんでわかるんですけど経営者ってやっぱ損をすることを非常にやっぱり避けなければいけない、はい、損をするっていうことに対して先行的にやっぱり損をするかもしれないことにやっていくっていうことは非常に難しいんですね、はい、なのでこのプライシングの議論も出てるのでやっぱり予見的に価格を明示することによってこれだけの炭素コストがかかってくるんであればそれを 出さないようにするっていうことに対してあの、まあ、そこに対しての経済性っていうのがより一層出てきますから、まあ、そこはですねあの、まあ、大変な部分もあるんですけれども社会全体として議論をしてしっかりと受け入れていくべきかなというふうに思いますなるほどあのおっしゃるように炭素付加金も導入は必要ですよね、まあ、そちらに進んでますけどやっぱりそれをやらないと頑張ってる人が損をするそういう社会だとやっぱり先へ進めないですよね。 おっしゃる通りですねやっぱりそこに対しての、まあ、今回も1.5度ロードマップっていうのもそういう意味合いすごく強いと思うんですねやっぱりこういった方向性にあの社会全体で向かっていこうと、まあ、それに先に取り組んでいく人たちが、まあ、しっかりとですねあの便益というかやっぱその経済的なやっぱりこう先行者利得を得られるですとかやっぱそういったことがやっぱりないと、はい、なかなかそっちの方向には社会全体では向かっていかないんじゃないかなと、まあ、いうふうに思います。あと 短くなんですが、あの電池、蓄電池の役割も果たす様子が大きくなってきますかやっぱりあの日本がですねどうしてもその風力の導入が遅れてきていると、まあ、いうことの中において、やっぱり太陽光ですと日中の電気になりますので夜間は発電しませんと、でそういう中においてやっぱりタイムシフトということで、その太陽光をうまく その最適にですね最大化して使おうとするとその電池の重要性っていうのは非常に高まってくるんですがやはり先ほど言った既存技術なんですけれどもまだ電池の導入のコストという部分に関しては非常に課題があると。でこういったものの仕組みとして 解消しようととするとまあ欧州なんかではそのネガティブプライスみたいなものを採用している国もありましてこれは何かというと電池に貯めるだから先ほど言った EV にちょっと昼間太陽光が余ってるとその時間帯に僕は夜に充電したいんだけどでも昼に充電をすることによっていわゆるこう行動変容を促してですねその時間帯に充電すると逆にお金がもらえると、はい、まあいうようなこういったネガティブプライスの電力制度の仕組みみたいなものもあったりするんですね。まあこういった そういったことをうまく導入していくことによって補助政策だけではなくて、まあ、電池の導入支援ということにもつながっていきますので、まあ、こういったこともですねあの議論の1つかなというふうに栗山さん、いかがでしょう。 はい今回ですね1.5度ロードマップを作成するにあたり企業の方とあのたくさん議論をしましたあの2日間にわたる合宿を含めてですねあの本当にご協力いただきましたそこであの感じたのはですねあの皆さんあの合宿に参加される時に日々あの向き合う課題より長い時間軸あるいは日々目の前の課題業務をする。 業務よりも大きなあの課題について議論をいただくということをしております。まあ、そういった中でですね、皆さんの今までにない発想とかそういったものは生まれてきやすいということをすごく感じたところでございます。これってあの今回の ISAP のテーマである統合的アプローチに近いと思うんですけど、やはりこの今まで目の前の課題をちょっと一歩俯瞰的に見ることで新たなアイディアとか出てきますし、それをもとにですね、施策に打ち込んでいけば、また新たなあのビジネスが生まれると、そういったところにつながっていくんじゃないかなというふうに考えております。 はい、はいありがとうございますあのまさに1 5度ロードマップっていうのが重荷なんじゃなくてチャンスなんだということですよね。で今日いらっしゃってる皆さんはそこのところを捉まえてしっかり実行して、えー、例えば安い再エネだったり合理的に使うとか無駄をなくす最適化するそれで社会をより良い方向に導いてるっていうことだと思うんですね。であの私ずっと感じてますのはあの今日も本当に暑いんですけれども。 なんか皆さん諦めちゃってるんですよね。気候変動が起きてるのは事実なんですけれども、それは変えられない運命だって皆さん受け入れちゃってるのが僕は日本人なんじゃないかと思うんですが、でもやっぱりそれを緩和することはできるんですよね。やっぱそのための1.5度ロードマップでありますし、しかもそれを負担と思うんじゃなくてビジネスチャンスなんだと。つまりやっぱり社会を変えていくのはビジネスなんですよね。そこを大きく捉えて、あとはやっぱり その企業だけではなくて今日参加いただいている皆さんも企業人であると同時にあの市民であるとも思います。ご家族を持っていらっしゃると思います。やっぱり市民としてそういう前向きな行動をしている企業を選ぶということも大事だと思いますし、それによってこういうことに取り組んでいる方々が損をしない社会に全体で移行していけるんじゃないかなと思っています。で私も実はそういうあの再エネとか脱炭素とか頑張っていらっしゃる企業の皆さんを 取材することを、えー、ライフワークにししてておりましてあの日々そういう特集なども放送しているんですがちょっと最後にごめんなさい宣伝になってしまうんですけれども、えー、9月下旬にですねテレビ朝日で、えー、長崎の五島市の不体式洋上風力の取り組みそれから北九州の洋上風力の産業化の取り組みこういうことを取材して1時間半の全国ネットの特番を放送する予定です。でテレビの業界っっててなかなかかかここういういネとと脱炭素とかやってることを 捉える放送があんまりないんですけれども、我々テレビもやっぱり前を向いて変わっていく社会を捉えて、それを皆様に見ていただいて、で、今日いらっしゃっている方々のようにビジネスで頑張っている方々をちゃんと主役としてね、それを放送して皆さんにも理解していただいて、その一緒に参加して社会を変えていくっていう流れをぜひ作っていきたいと思っています。で、それが皆さんから支持を得られれば、 いつかその輪は大きくなって社会全体の行動変容につながって多分気候変動って緩和できるんだと思うんですよね落下論じゃなくてでそこに日本のビジネスチャンスがあると思いますので、えー、ぜひ今日、ね、ここに集まってくださった皆様と一緒にあの会場の皆様それからオンラインで見ていただいている皆様もそうですが一緒になって社会を変えていくことに頑張っていきたいと思っております。はい、今日はあのお暑いいい時間をたただきままししてどううもありがとうございました はい、ここまでとなります。ありがとうございました。